はい、えー、皆さん本日はあのー、たくさんの方がお越しいただきありがとうございます青山壮介を演じました岡浜隆星です、えー、作品の魅力をお伝えできればと思っておりますよろしくお願いしますどうもありがとうございます拍手が鳴り止みませんねありがとうございます続いて水墨画の巨匠篠田小山の孫また本作のヒロイン篠田千明を演じました清原茅さんお願いいたします え皆さんこんにちは篠田千二を演じました清原カエです今日はお越しくださいまして本当にありがとうございますえ小前拓也役の細田彼方ですあのー、もうすでにここにいてくださる皆様には映画が届いているっていうことですごく嬉しくてあのー、ちょっとずっと表情筋が上がってるんですけれどあのー、その中でもちゃんと魅力はお伝えできるように頑張りますえどうも江口洋介です。 えー、すごくいい映画ができたと思います、えー、この秋に、えー、ぴったりの、えー、思わず表情筋が上がってしまうような見終わった後 <laughs>、えー、ワクワクしながら、えー、皆さん映画館から出ていけると思いますので、えー、今日はよろしくお願いします三浦智一です、えー、今日みんなあの黒でっていう指定があったのでこういう形になってますけどもですねえはい。あのとても素敵な映画に参加できてあのー 話変わってししままいましたけどすみません <laughs> あの、本当に嬉しいです、こういうい場所に立てて、とても嬉しく思っております水墨画と向き合ってみて、どのような感想を持たれたか墨と水と筆と紙だけで、こんなにも美しい絵が広がることにまず感銘を受けまして、で実際にやってみてですけど、なんだろうな、こう自然や自分と。 向きき合えるることができるのでのすごく大事な時間でしたし、えー、水墨画を通してなんだろうな自分もなんかその大事なことに気付けたので、はい、本当に幸せな時間でした水墨画と聞くと一見難しそうというか、うん、こんなもの自分には書けないだろうって思うような迫力が のある絵とかをこうたくさん練習させていただく機会があって描いていくうちにあどんな人でも挑戦できるようなものなんだというかとっても触れてよかったなと思う日本文化だなと思いました。